紹介するね。この子はイナヤ。こんにちは。今後は彼女も素敵なダンスを披露してくれるから、イナヤのこと応援してあげてね。イナヤが舞台に上がってるぞあいつが踊る姿ってどんな感じだろうな。よく考えてみると、こんな風に丸く収まるまで本当に苦労したよな。ニーローの努力、みんなの知恵、イナヤの決心。あ、どういうことだ。そう言われてみると、確かにそうだな。シアターを取り壊すのは乱暴すぎるけど、実際はニーローたちが踊るのを禁じることだってできた。もしその気になれば、たとえ圧勝はできなくても共倒れを狙うのは可能だったんだよな。ま、あいつの本心なんてオイラたちにはわからないし、今は公演に集中しようぜ。おい待った、見ろよ、噂をすれば影だぞ。あれってイナヤのお父さんだよな。ああ、お前たちか。今日は特に用事がなくてな、様子を見に来た。イナヤに会いに来たんだよな。いや、どのような公演をしているか見に来ただけだ。あの子の邪魔をする気はない。ああ、確かにしばらくは多忙だった。討論に敗れ、教令院のメンツを潰し、一時は大騒ぎになったさ。これを機に上と相談して休職させてもらった。そうしないとずっと噂が飛び交い続けるだろうからな。休職したのか。ああ、職務から離れた俺には今や自由な時間がたくさんある。こうして公演を見ることも可能だ。この場所にどのような魅力があるのか確かに理解はできない。しかし多少は好奇心を抱くようになった。あのお嬢さんが頑張っていた姿は今でも忘れられない。イナヤもあの子のそばにいればより成長するだろう。当たり前だ、この世に子供のことを心配しない親などいない。あの子は見事私の急所をついた。まあ俺にそのセリフを言う資格はないだろうが。せっかく来たんだし、イナヤに会いに行こうぜ。いや、その必要はない。公演が終われば俺も帰る。俺がここに来たことはあの子には内緒にしてくれ。ほら、これを逃したらもうないかもよ。でも過去と和解するんでしょ。あなたの成長を見てもらおう。緊張しないで、みんなあなたの味方だから。二人きりにしてあげよう。私たちは離れよっか。あいつら大丈夫なのか。どうだろうね。でも信じて待つしかないと思う。うん、そうだイナヤ、これを持ってきた。覚えたてでうまくはないんだが、欲しいならやろう。いらないならいい、構わん、別に気にするな。ちゃんと話し合おう、お父さん。この二人やっぱり親子だな。もじもじしてるところがそっくりだぞ。そうだね。もし私が急いでイナヤを引っ張ってこなかったら、彼女も逃げてただろうし。
こいつら仲直りできるかな。どうだろう、二人にとって仲直りは必ずしもいいこととは限らないと思うよ。長年にわたって蓄積してきた葛藤と誤解はそう簡単に解消できるものじゃないでしょ。距離を置いた方がいいことだってある。でも二人がどこにいようと、心がどこにあろうとも、血縁ってとても固い絆だから、その恩恵を受けてぬくもりを感じてくれたらいいね。そうだ、討論の件だけど、みんながあなたに感謝したがってるんだ。だからそのお礼に私たちでこれを作ったの。受け取っ、これってズバイルシアターか。すごいぞ、成功だし完成度も高い。私たちもこんなに複雑なのを作るのは初めてなんだ。ズバイルさんとカッサニさんがデザインして、細かな部分は私とイナヤ、それから他のみんなでたくさん作ったの。メインの部分はリカードお姉ちゃんとネガールお姉ちゃんが作って組み合わせたんだ。あなたたちは冒険者だから、これからもいろんなところに行って無数の景色を目にするはずだよね。だからね、このズバイルシアターもあなたたちの旅の素敵な思い出になってほしいの。もしここに帰ってきたくなったらいつでも歓迎するからね。うん、機会があったらまたお前のダンスを見に来るからな。遠慮もお世辞も必要ないよ。あなたって飲み込みが早いんだね。さあ受け取って、これは私とあなたの物語。私はこの先もずっと覚えてるから。